さん、こんにちは。最近どう？こんにちは。どうって何が？姑さんよ。前に姑さんとうまくいってないって愚痴ってたじゃない。ああ、そういえば話をしたね。まあまあかな。まあまあって？抽象的すぎてわからない。まあ私が我慢してなんとかなっているって感じ。へえ、そうか。うん。でもさ、はっきり言ってエリカさんにも問題あるよ。え？前に話をした時、料理が苦手でよく愚痴言われているって言ってたよね。うん。私からしたらそれはあんたが悪いじゃんって感じだよ。周りにたくさんのママがいたからその時は言わなかったけど。え？なんで？結婚するなら旦那の家に嫁ぐ前に料理などの家事全般はしっかりとマスターすべき。そうだけどさ、私結婚したの21の時だし。それは言い訳。若いとか関係ない。そうかな。あとさ、姑との接し方がわからないとも言ってたよね。そうだね。私は22歳で姑は63歳。やっぱりジェネレーションギャップがあって。はいはい、また言い訳。年齢が離れているから合わないってバカじゃないの？相手の趣味に寄り添えばいいのよ。趣味って？姑の趣味は演歌だよ。じゃあ演歌の勉強すればいいじゃない。そんなこともわからないの？やばいよ。あのさ、さっきから言い方冷たくない？ムカつくのよ。努力もしてないくせに被害者面してる人って。え？私努力してるけど。してないしてない。あなたは嫁としては0点。旦那さんも姑さんもかわいそう。え？じゃあはるかさんは嫁として何点なの？私？90点じゃない？なんでそんな高いの？私はあなたと違って家事は完璧で姑との仲も順調。あなたとは格が違うの。姑との仲が順調って本気でそう感じているの？は？何が言いたいの？はるかさんの姑さん、はるかさんのこと嫌ってるよ。え？実は私の家にね、よくはるかさんの姑さんが来るの。そうだね、家が近いっていうのもあるし、よくお邪魔しているね。そうそう、そこで姑同士の話をよく隣の部屋で聞いているんだけど、ほとんどがはるかさんの愚痴だよ。は？例えば？例えば、うちの嫁は口が悪くて大変、部屋が汚くて困る、料理の味付けが濃すぎるとかかな。はあ？そんなこと言われたことないし。はるかさんは威圧的だから言いにくいんでしょう。はるかさんの姑さん優しい人だから喧嘩とかしたくなさそうだし。何それ？じゃあ私は気を使われているということ？そうだよ。しかもはるかさんの姑さん、その点エリカさんは腰が低くていいよね。できればうちの嫁と変えてほしいわよとも言ってた。は？私がエリカさん以下？おかしいだろ。評価というのは自分で決めるのでなく周りが決めるの。要ははるかさんは自意識過剰で視野の狭い自己満足野郎ってことよ。ふざけるな。あんたのような若造にとやかく言われる筋合いはないわよ。まあまあ、これからはもっといい嫁になってくださいね。自称90点の勘違いお嫁さん。うっせえわ。